アニメが物議を醸した歴代ジャンプ漫画3000、ヒカルの5、韓国でのアニメ化にあたり改編が行われたことに関してクレーム殺到。その改編とは、舞台が韓国、登場人物みんな韓国人、サイの服に白いぼかしが入る、など韓国側に合わせた内容。さらに最終回でも韓国からの圧力によってか、十分に描かれず物語が終わっている。そのためここでも、韓国の言いなりになるな、というクレームが寄せられたそう。鬼滅の刃、アニメ第2期、遊郭編が放送決定した際、ツイッター上では第2なり大炎上、遊郭イコール風俗と考える人が多く、子供への悪影響、また、子供から遊郭の意味を聞かれても困るという大人続出、もともとグロい描写が多い本作なので遊郭編の放送決定を機に子供には見せられないというクレームが殺到した。しかし逆に日本文化をしっかり教える良い機会という意見も多くあり物議を醸した。ハンターハンター、2作目のアニメが視聴者からのクレーム殺到。その理由がグロテスクな表現、キルアが相手の心臓をえぐり取る場面や、グリードアイランド編ではボマーがプレイヤーの顔面を爆発する場面など残酷なシーンが忠実に描かれ、血が飛び散る場面も多かったため苦情が殺到。そのため放送時間が深夜に変更するなどの影響が出た。